大丈夫かよ、篠崎。もっと連れてこい！私のために何でもしてくれる！悪気がなくても、あなたは生き埋めが知れすのですか！私のものなんだから、あなたなんかに渡さない！掃除が大変だ。恥ずかしいと思いなさいよ！何？誰かいるみたいで気持ち悪いな。なんだこれ、個室の中が真っ黒に汚れてる。篠崎、おかしくなりそうだ。なんでこんなことになっちまったんだよ。岸沼、やべ、なんだこの煙は。出てこい便所から。また吸ってたのか。いいえ。次目撃したらクビだって言っといたよな、学校。すいません。問題児、お前さ、なんで学校にいるの？親からも感動されて別居状態。友達もいない。授業も出ん。つまらないからと学校に八つ当たりされても困るんだよな。楽しくないんだろ。なんで辞めないのか意味がわからん。その家庭環境では進学だって考えちゃいないんだろ。はあ。ま、一年のこの時点からすでに三者面談にすら顔を出さない。お前んとこのご両親もどうかと思うがな。うちの親、出来悪い俺のことを嫌ってるから。いや、それ以前の問題だろ。親としての自覚が足りん。俺にもし子供がいたら、絶対にそんなことしないよな。まったく大人になりきれていない幼稚な親が、一丁前に子供なんか作るから、世の中幼稚なガキが溢れかえるんだよな。確かにな。確かに、無理にここに居続ける意味はないかもな。こいつぶん殴って、やめてやるのもいいか。
授業料だけ出してりゃ親だとでも思ってんだろ。あの類は、あ、なんだその目は。教師に手出すなんて初めてだな。ま、いっか。坪田先生。ああ、お、おー、委員長、なんだ。教頭先生がお呼びです。すぐ職員室に来てくださいって。そうか、わかった。ん？篠崎、お前の目はいつもキリッとしていて凛々しいな。先生、お前のような子は大好きだ。悩みがあったら何でも相談に来い。最低な先生。すまねえ。あなたも最低。え？今、手出そうとしてたでしょ。あんなダメな先生の口車に乗せられて退学になって、そんな結末悔しくないの？意地でも思惑に乗らないようにかじりついてでも居座ってやりなさいよ。もうえ、お前何泣いてんだ。ごめん、なんか感情的になると意味なく涙出るの。一の五の岸沼くんだっけ。ああ、私は三組の篠崎。出しゃばっちゃってごめんね。おお、あ、いや、じゃあ、なあ、さっきの教頭が呼んでるっての。うそうそ。そういや、あの時の涙の礼まだ言ってないな。そうだよ、ここに閉じ込められたことが分かった時、何があってもあいつを守るって決めたじゃねえか。うん、俺の何があってもが今試されてんだよ。どうしてこんなことをするの。篠崎、戻ってきてくれ。篠崎、クラスの奴ら見つけて全員でここを出るんだろ。お前がそんなんじゃ意味ねえんだよ。岸沼くん、あれ、私、篠崎、お前、お、えでか、お前戻ったのか。あ、え、そうか、うん、さっきから目にしてる知らない人たちだったけど、さっきのすごく身近な人の断末魔みたいな思念を浴びて、気づいたら岸沼君に肩抱かれてた。あんまり拒否なくてもいいよな、身近な人か。今回ばかりは外れるといいな。嬉しくて寒くて喉だけ焼けるように熱くて湿気もしてて真っ暗でもがいても手も足もつかなくて。
も出なかった。怖かったよ。痛かったよ。篠崎、しっかりしろ。お前は…てか、ユイ先生、本当にいないな。一度、戻ってみようか。そうするか。サトシたちもいないしな。同じ服装だ。さっき1階で追いかけてきた男の子の霊もこの写真の子だわ。この子たちを放っておけないよ。私ここにいる。ダメだ鈴本、ここ出ようぜ。なあ
けど。触ることができないんじゃ、引っ張り出すこともできねえ。どうすりゃいいんだ。なんとかしなきゃ。どう、お前、鼻血出てるぞ。言わないでよ。はっきりそういうのは。なんだよ、教えずにほっとこうがひでえじゃんかよ。こんにちは。なんだこいつ、目が死んだ魚みてえだ。あなた方はここに閉じ込められたばかりなのですね。そうだけど、あんたもか。見たことない制服だけど。私はとっくにここで死んでいます。大事な人を探しにここへ来ました。あなたはもしかして奈穂さん？はい。誰だ一体？女子高生霊能士の冴の木奈穂さん。あれ去年何か賞を取ってテレビ出てた小説家の？霊能相談や心霊情報のホームページもすごく有名なんだ。いつもサイト見てました。奈穂さん、ありがとう。もう更新なんてできませんけれど。幸せの幸子さんのおまじないが乗ってから更新が止まっていたから心配していたんですけど、こんなことになっていたなんて。なあ、ちょっと、さっき人を探しにここへ来たって言ったな。はい。自分から来たのか、てか来る方法があるのか。それはごめんなさい、言えません。え？それよりお友達が大変なことに。そうなんです。どうしたらいいのか。私はここで死ぬ前に脱出を試みてこの学校を必死に調べました。どうやらこの異空間、天神小学校を形成しているのは私たちの時代から30年前に起こった事件、児童4名連続誘拐殺害事件で惨殺された子供たちの霊。さっきの新聞記事に写真付きで載ってた4人か。多分そうだね。私は途中力尽きて叶いませんでしたが、あの子たちの霊を安息に弔ってあげれば、あるいは多重次元の異空間も崩壊し、私たちへの無用な虐待もやめて解放してくれるかも。そう思うのです。安息に弔うったってどうすればいいんだ。欠かせないのはもちろん殺害犯人の懺悔でしょうね。殺害犯も、まさかこの校舎にいます。マジかよ、懺悔ってそんな奴相手に。俺らに何ができんだよ。急いで保健室の霊二人を何とかしないと、お友達が。わかりました。とにかくそいつを探してみます。
おい待てよ篠崎作家か霊能しか知らねえけど信じてみるよ。今は何でもありがたい。おい、大丈夫か？平気、戻してないよ。平気に振る舞ってるけど、プレッシャーでボロボロじゃねえか。篠崎、早く出してやらねえと。こいつもやばいぞ。出口、出口はねえのか？なんだこの声。首を返して。肉痛いよ。やっぱり開かないか。なんで開かねえんだよ。出せよ。ふざけんなよ。うるさいな、もう。たとえ開いても私は行かない。先生やみんなを置いて逃げるの。なんだよ、そうじゃねえよ。臆病者、卑怯者、不良。お前こそうるせえよ！チッ、行くぞ。持田くんだったらよかったのに。
通ってきてない。どこまで見に行ったんだろうな。なんだよ。なんだよ。何口に入れて。血の味。ってお前。じゃねえか。なんで誰がこんなことを。誰だ。うさねえぞ。死にたくない、死にたくない。殺される、食べられる。あいつが追いかけてくる。もうこの遺書を読む人がいたら。私を殺して食べたのはクラスメートの岸沼です。
寒い。それに暗くて怖えな。篠崎、お前さ、さっき階段の時に使ったろうそくあるだろ？持ってる。それつけてちょっと休もうぜ。少しは暖かいだろう。わかった。あったかい。私のろうそく。はあ。廊下が抜けてるぞ。先生、どこにいるの？心配。なんだこの声。体を戻して。子供、あんなに殺すなんて、私は正気ではなかった。死なせたくなかった。私も怖かった。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。殺人犯の持ち物か？ふざけないでって感じだよね。ごめんなさい。こんな人形。待てよ。なあ、それ犯人の懺悔にならねえか？許せない。絶対こんな大人。見に行ったんだろうな。Thank you.
点に着いたら僕じゃねえけど気の毒だったと思うよ。だからって誰から構わず呪い撒き散らしたところで何になるって言うんだ。ダメよ、怒らせちゃう。話ができない。あなたたち、これを聞いて。出来事はもう終わったわ。大好きな大好きなご両親のもとへ旅立ちなさい。ね、いい子だから。その子を鈴本さんを話してあげて。嘘だろ。篠崎。見るな、ここ離れるぞ。あー、いやー、篠崎、マジで頭篠軽くなってる。痛い。先生、本気で生徒のことを心配してるのかい？当たり前でしょ。たかが他人の教師だろ。親でもないくせに。親みたいなものよ。私も、如月学園の他の先生方も、みんなのご両親にも負けないくらい、あの子たちを愛してるわ。バカにしないで、教師を。それよりも答えて。私の生徒たちが他にもここに連れてこられているのは本当なのね。聖者の魂が同時に増えたのを感じたか。先生を含めて10人くらいだ。
鼻に入っていた刃物は先生の腰に気を失っていたのかしら。篠崎さんたちが心配だ。切れないよ。